東京都で今日新型コロナの感染者が新たに3141人確認されました。先週の月曜日より338人減って14日連続前の週を下回りました。重症者は16人です。また5人の死亡が報告されました。病床使用率は 24.3% です。